とうここまで来たね。さすがだよゼロ。悪は倒す、単純なことだ。これは黙っておきたかったんだ。だけど最後だから教えてあげるよ。はっきり言って僕だけの実力ではここまで来れなかった。でもこれを拾ったんだ。まさに神の恵みとでも言うのかな。なんだと思う。ただのガラクタだと思ったよ初めは。君の体のかけらだゼロ。君の DNA を手に入れることができたんだ。今までどんな最新の技術をもってしても解析できなかった聖地に踏み込むことができたんだよ。なんだと、俺の DNA。 素晴らしかった。君の DNA はハイマックス、ナイトメアウイルスをいとも簡単に作り出すことができた。正気じゃいられなかったよ。こんなに完璧で最強なものができてしまうんだから。でもさすがに本物にはかなわなかった。完全に解析できたわけじゃないから。なんてことをするんだ。ナイトメアウイルスをすぐにデリートするんだ。危険すぎる。自分の首を絞めることになるぞ。珍しいね。いつもは冷静な君が取り乱すな。大丈夫だ。多糖なレプリロイドを使って十分実験を行ったから。君の DNA に恥じない最強のウイルスを完成させたよ。あとは目障りがオリジナルに消えてもらうだけかな。お前のその薄汚い野望全てをデリートしてやる。Let's go.
Let's
そこから撃てよ。
ゼロの DNA をもっとしても勝てなかったか。いや、解析が不完全だったからな。いつの時代に作られたのか、わからないプログラムに負けたのか。でも、まだ終わりじゃない。僕はこのまま無様に消えていく愚かな奴らとは、こんな最悪の事態もちゃんと考えておいたんだ。これだけは使いたくなかった。僕自身も消されてしまうかもしれないが、悪魔を復活させたよ、シグマをね。調子に乗るな小僧、あの程度では死なぬわ。お前の助けなど必要なかったわ。邪魔だ。これで邪魔者はお前たちだけだ。今度こそ決着をつけるか。この先で待っているぞ。お前が死んだとは思えなかったからな。宿命だな。決着をつけてやる。誰か呼んだか。どうしたのゼロ。いや、なんでもない。シグマのところに向かうぞ。Ready?
Thank you.
なるほど、これを確かに最新のテクノロジーを使ったとしても怪しいものです。私でも完全に直せるかどうか。構わん、この辺りで手を打っておかないと。しかし今は特に異常は見つかっていないはず。あなたならそのままでも問題はないはずでは。余計なことかもしれませんが、これから先また大きな事件が起きたとき、あなた抜きで対処できるのでしょうか。心配してもらってすまないな。でもハンターにはもっと優秀な奴がいる。それより俺自身が平和を乱す存在になることの方が怖いんだ。承知しました。覚悟はできているようですね。ああ。で、目が覚めるのはいつ頃になる？何事もなければの話になりますが、約102年後の8月15日前後になるはずです。わかった。わかりました。ゆっくりお休みください。